ジャパン対最強チーム、この試合の模様をお送りいたします。ジャパンの先発は右のダルビッシュ、最強チームの先発は右の松坂、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右のダルビッシュ、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターはイチロー。第9球、直球見送ってストライク、いきなり156キロ。第2球、投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、膝元、空振り三振。ダルビッシュ、見事なピッチングです。バッターは2番福本、投げた、初球スライダー空振り。初球空振りから第2球、ストレートはボール。投球はこれから3球目、ボール。第4球は打った、これは強烈、一塁送球、アウト。福本、いい当たりでしたが、ショート正面でした。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番、おお、打ちました、ファール。ジャパン、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。さあ、4球目、打った、次は5球目、投げました、打ちました、左中間のフライ取りました、これで3アウト。ダルビッシュ、上々の立ち上がりを見せています。右の松坂、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、ジャパン攻撃に入ります。トップバッターはタッチ、投げました、ストライク。第2球、投げました、ボール。第3球を投げました、ストレートはストライク。追い込んで第4球を投げました、ボール。第5球、投げた、ボール。投球はこれから6球目、インハイ、空振り三振。バッターは2番、近藤。第9、投げた、ストレートはボール。まずは外角低め。さあ、次の投球、投げた、高めの変化球はボール。投球は3球目、投げた、打ちました、ファールボール。さあ、4球目、打ちました、次は5球目、真ん中、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは指名打者大谷。背番号16、第9、投げた、縦のスライダー、ボール。第2球、ボール、インコースへ。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、ジャストミート、抜けた。大谷、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました、投げました、ボール。第2球、投げました、外角高め、外れてボール。投球は3球目、決まってストライク。第4球を投げました、ストライク。第5球、投げた、打ちました、痛烈、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく、センター見上げた、ホームラン、先制ツーランホームラン、スタンドへ突き刺さった、4番の一振りで先制。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。
では先制の場面映像でご覧いただきましょう。左バッターボックスは5番村上。背番号55。第9。投げた、打ちました。長嶋ボールを取る、アウト。スリーアウトチェンジ。1回が終了しまして2対0、ジャパン先制点を挙げています。2回の表、最強チーム攻撃に入ります。先頭バッターは長嶋。投球これから2球目。2球目、空振り。投球は3球目。投げた、ボール。第4球を投げた、打った、ファースト右横のゴロ。岡本一塁踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番野村。投げた、ボール。第2球、打ちました。一二塁間の打球、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番落合。第9、投げました、アウトコース低め、ボール。投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投げました、押っつけて打った、スタンドに入りました、ファール。追い込んでから第5球、打った、センターフライ、飛距離は出ていません。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ダルビッシュ三者凡退に抑えています。2回の表が終わって2対0です。2回の裏、ジャパン攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡本。第9、投げました、ストレート見送ってストライク。1球目ストライクから、投げた、打ちました。追い込んで第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、打った、当たりだ、松井。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9、投げた、高速スライダー、ボール。第2球、投げた、ボール。第3球、打った。最強チーム、ここは引っ張りに警戒します。投げました、打ちました、ファール。次は5球目、投げました、ボール。第6球を投げました、外れてフォアボール。左バッターボックスは8番源田。第9、投げました、ボール。第2球、投げました、決まってストライク。投球はこれから3球目、外側決まってストライク。バッター追い込まれました。次が4球目、打った、流し打ち、サードライナー取ってアウト。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。背番号27。第9、打ちました、ファールボール。1球目ファールから、打った、抜けた、山田二塁回った、山田三塁です、と中村ナイスバッティングです。さあチャンスを広げています。ファール、初球ファールから、投げた、内角、外れてボール。第3球はインコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。さあ4球目、打った、三遊間、二塁送球、アウトです。二塁フォースアウト、スリーアウトチェンジ。ジャパンランナー一塁三塁残塁。2回の裏が終わりまして2対0です。3回の表、最強チーム攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者バース。さあ次の投球、投げた、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、タ
会心の当たり、ピッチャー返し、抜けた。バース、いいバッティングを見せました。バッターは8番張本、背番号10。第9球投げた、高め外れてボール。第2球投げた、打ちました。第3球スライダーはストライク。追い込んでから投げました、打ちました、当たり損ない、村上掴んだ、セカンドホースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。ショート松井、背番号7。まずは一塁牽制、タッチセーフ、張本走った、これはストライク、ボールを二塁、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。投球これから2球目、見送ってボール。第3球決まってストライク。第4球を投げました、空振り三振。リプレイをご覧ください。打順はトップに帰ってイチロー、初球ツーシーム空振り。1球目空振りから投げました、決まったストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール、外角へ。第4球を投げました、打った。さあ5球は5球目、打ちました、左中間へのフライですがヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった、ボールが点々と転がっている。最強チーム1点返しました。イチロータイムリーツーベース。ジャパン、なおもピンチが続きます。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で福本、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球初球空振り。振り返って二塁牽制球、投球これから2球目、ストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、見送ってボール。投球これから5球目、低め、空振り三振。最後はキレのある変化球、先ほどのプレーです。3回の表が終わって2対1、最強チームこの回1点を返しました。ジャパン、この回は2番からの好打順、トップバッターは近藤。1球目ストレート空振り、いきなり150キロ、初球空振りから投げた、高め、ボール。投球はこれから3球目、打ちました。投球これから4球目、ボール。第5球投げた、アウトコース、高速スライダー外れてボール。投げた、打ちました。松井ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の大谷。第9球投げました、初球落ちるスライダー空振り、バットが空を切りました。第2球投げました、決まってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、低め際どい、ボール。次が4球目、投げました、見逃し三振。左バッターボックスには吉田、これが2度目のバッターボックス。投げました、初球空振り、いきなり151キロ。第2球投げた、打った、一二塁間の当たり、落合取った、アウト、スリーアウトチェンジ。ジャパン、三者凡退に打ち取られました。3回の裏が終わりまして2対1です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは王、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球これもしかし空振り。
第3球を投げた、一つ外してボール。次は4球目、投げた、外れた、ボール。さあ5球目、打ちました。さあ6球目、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。ジャパン、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。空振り三振、2者連続三振。バッターは4番長嶋、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球、投げた、見送ってボール。第3球を投げた、3球目空振り。投球これから4球目、打ちました、右中間へのフライですがライト前進、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番野村、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球、投げました、流し打ち、どうだ。岡本、そのままベースを踏んで3アウト。ダルビッシュ、見事相手打線を抑え切りました。4回の表が終わって2対1です。4回の裏、ジャパン攻撃に入ります。この回の先頭バッターは村上、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。あっと引っ掛けた、ファースト右横のフライになりました。一塁キャンパスの手前、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番岡本、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。投げました、打った、第2球低め、外れてボール。投げました、打ちました、引っ掛けた、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番山田、第1打席はフォアボール。第9球、投げました、ボール。第2球、投げました、低め見送ってストライク。第3球、打った、レフト線、ぐーっと打球が上がっていきますが、掴んでこれで3アウトになります。ジャパン、わずか3人で攻撃が終わりました。4回までが終了しまして2対1です。5回の表、最強チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは落合、第1打席はセンターフライに倒れています。第2球、打ちました、セカンド右横のフライになりました。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者バース。第9球、投げた、スライダーボール。第2球、投げた、外れた、ボール。投球はこれから3球目、スプリット空振り。第4球はアウトロー、際どい球、ボール。第5球、投げた、打った、センター方向に持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番張本、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球、投げた、打ちました、源田、ボールを取る、アウト、3アウトチェンジ。ダルビッシュ、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回の裏、ジャパン攻撃に入ります。この回の先頭バッターは源田、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。投げた、決まってストライク。第2球、投げました、ボール。第3球を投げました、内角高めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、見送ってボール。投げました、打ちました、右中間へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番中村、今日2度目のバッターボックス。投げました、決まった、ストライク。まずは見送りました。初球ストライクから、投げた、サークルチェンジャー、ボール。第3球を投げた、ボール。次は4球目、
投げた、縦のスライダー、ボール。次は5球目、5球目空振り。第6球を投げた、打ちました、セカンド右へのゴロ、セカンドから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って立ち、今日は三振とショートゴロ。もうさあ次の投球、投げた、打った、左中間へ持っていきましたが取って、これで3アウトチェンジ。ジャパン結局三者凡退、無得点に終わっています。前半が終わりまして2対1です。ゲームは後半に入ります。トップバッターは松井。第9、1球目ストレート空振り、いきなり156キロ。第2球投げました、外角高め、ストレートは外れてボール。第3球打った、痛烈な当たり、抜けた、松井ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。打順は1番に帰って一郎、一塁ランナー出た、投球ストライク、キャッチャー、これは楽々セーフ、盗塁を許します。さあリプレイです。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、決まった、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ4球目ボール。さあ5球目打ちました、これはいい当たり、入れば逆転だ、伸びた、伸びていった、中継、ジャパン追いつかれました。イチロータイムリーツーベースヒット、ジャパンなおもピンチが続きます。さあ先ほどの同点の場面です。さあノーアウトランナー二塁という場面で福本、ネクストバッターサークルに控えているのは王。第2球投げました、打った、フラフラッと上がった、村上交代、掴みました、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げました、見送ってストライク。第2球ボール、ジャパンここは引っ張りに警戒します。投げた、外れた、ボール。次は4球目、投げた、インロー空振り、追い込んで第5球打ちました。第6球を投げた、インコース、空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナー1人を置いて迎えるバッターは長嶋、怖いバッターが続きます。第2球内角高め、スプリット外れてボール。投球はこれから3球目、空振り、追い込んでいます。追い込んでから第4球をスライダーはボール、外へ、二塁牽制、二塁タッチセーフ。第5球投げた、低めボール。第6球はここはフォアボールになります。際どいところでしたがフォアボールです。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント、投げた、初球に送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、高め、直球は外れてボール。第3球は打った、投球これから4球目、ボール、低め。さあ投球は5球目、見逃しの三振。リプレイをご覧ください。ダルビッシュやりました、ジャパン流れを引き寄せにかかります。松坂降板、マウンドに上がったのは星野、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げました、変化球ストライク、インローへ、投球これから2球目、打ちました。
第3球を投げました。1球外した、ボール。第4球を投げました、打ちました。さあ投球は5球目。投げました、打った、ファウルボール。投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば勝ち越しだ。さらに伸びていく、ライト見上げた、ホームラン。ソロホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは DH の大谷。第9球投げた、ストライク。第2球見送ってボール。投球はこれから3球目。見送ってボール。第4球を投げた、ストライク。さあ投球は5球目。投げた、ボール。第6球を投げた、打ちました、ファール。第7球を投げました、膝元外れてフォアボール。左バッターボックスは吉田、今日2打点を挙げています。第9、一塁ランナー走った、タッチはアウト、盗塁失敗。先ほどのプレーです。第2球投げました、ボール、アウトコースへ。投げました、打ちました。第4球を投げました、引っ張った、ライト線にボールが飛んでいきますが、ファールボール。第5球投げました、打った、キャッチャー落下点に入りました。ファールグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番村上、今日はサードゴロとファーストフライ。投げた、見送ってストライク。1球目ストライクから、投げた、これは引っ掛けた、鈍いゴロ、落合掴んだ、一塁送球、アウト、3アウトチェンジ。中盤まで終了しまして3対2、ジャパン1点勝ち越しです。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは落合、今日はセンターフライとセカンドフライ。第2球ボール。第3球を投げた、ストライク。追い込んで投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、ライトの右にボールが上がっている、ライト落下点、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者バース。第9投げました、ボール。第2球投げました、スライダー空振り。第3球は打ちました、あっと引っ掛けた、山田交代。落下点に入りました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番張本、今日はサードゴロとショートゴロ。投げました、カットボール決まってストライク。まずは入れてきました。投球これから2球目、スプリットはボール。投げました、ボール。第4球を投げました、真ん中ストライク。第5球投げた、空振り三振。最後はキレのある変化球、ダルビッシュ。最後は見逃し三振に仕留めました。7回の表が終わって3対2です。7回の裏、ジャパンラッキーセブンの攻撃。トップバッターは岡本、今日はショートライナーとサードライナー、打ちました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、外れた、ボール。
次が4球目。投げた、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投球これから5球目。打ちました、セカンド左抜けるか、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番山田、今日はフォアボールとレフトフライ。第9球投げた、初球シュートは空振り。最強チーム、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、ボール。第3球を投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球は打った、右中間へのフライ、ライト落下点に入りました。取りました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番源田、今日はサードライナーとセンターフライ。第9球投げました、初球空振り。第2球インローの速球はボール。投げました、インロー際どい球、ボール。次は4球目投げました、ストライク。さあ投球は5球目、投げた、アウトロー際どい球、ボール。投球はこれから6球目、変化球、空振り三振。ジャパン最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。7回までが終了しまして3対2です。ダルビッシュ降板、右の伊藤、今日2人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球投げた、見送ってボール。第2球投げた、打ちました、レフト前進、ヒットになります。松井いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。打順はトップに帰って一郎、ここまで全打点を叩き出しています。一塁タッチセーフ。第9球ストレートはボール。第2球投げた、打ちました。第3球を投げた、ボール。投げました、ボール。第5球投げました、外れました、フォアボールです。さあここが試合の分岐点となりそうです。第9球投げました、スライダーはストライク。第2球打った、センターへ上がった、掴みました。三塁は、三塁はどうか、ジャパンなおもピンチが続きます。バッターは6回途中出場の衣笠、この後に控えているのは長嶋。さあ次の投球、空振り、変化球にキレがあります。投げました、スライダーはボール。第4球を投げました、打った、内野ゴロ、三塁ランナーホームに帰ってくる、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。伊藤見事に流れを断ち切りました。ジャパンこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。星野降板、右の岩隈、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9球投げた、インハイの直球はボール。投げた、打ちました、三遊間へのゴロ、長嶋ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰ってタッチ。第9球投げた、ボール。まずは低め、投げた、外れた、ボール。投球は3球目、投げた、ボール。第4球を投げました、おっと打ちました、長嶋取った、ボールはファーストへ、一塁アウト。
これはアウトです。バッターは2番近藤、今日はホームランを打っています。第9投げました。初球スプリット空振り。さあ次の投球投げました。打ちました。ファール。第3球打ちました。長嶋下がっていった。これはサード間に合いません。ファールボール。低め外れてボール。さあ5球目打ちました。いい当たり。松井ボールを取る。アウト。スリーアウトチェンジ。ジャパン結局この回3人で攻撃が終わっています。8回の裏が終わりまして3対2です。伊藤降板、右の戸郷、最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。投げました。ボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。直球ストライク。投げた。打ちました。源田余裕があります。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番野村、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。見送ってボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。マシンで捉えた。抜けた。野村ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。最強チームダイソー投入です。古田一塁に入りました。右バッターボックスは6番落合、今日はここまで3打数ノーヒット。さあ次の投球打った。ファールボール。第3球は外れた。ボール。次が4球目投げた。打ちました。ファール。追い込んでから第5球高め、フォークは外れてボール。第6球を投げました。ストレート。見送ってフォアボール。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。第1球低め外角ストライク。第2球投げました。ストレートはボール。第3球を投げました。見送ってボール。投げました。おっとこれ当たった。デッドボール。バッターは8番張本。ネクストバッターサークルには松井。初球ストライクから第2球外角低め外れてボール。投げました。ボール。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。低めのボール引っ掛けた。抜いていった。セカンドカバーに入る。ジャパン最終回で追いつかれました。最強チームやりました。今日2本のヒットを放っている松井、大きな声援が届いています。初球打った。取りました。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。9回の表が終わって3対3、ジャパン同点に追いつかれています。ジャパンこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは DH の大谷、一発があります。第9投げた。ボール。さあ次の投球投げた。ボール。第3球を投げた。打ちました。第4球を投げました。打った。松井バックしていった。落下点で構えます。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番吉田、今日2打点を挙げています。第9投げました。インハイ。スプリット外れてボール。さあ次の投球投げました。2球目ストライク。第3球を
投げました。打った。ファウルボール。次は4球目。投げました。高め。ボール。さあ投球は5球目。投げた。打ちました。ファール。第6球を投げた。打ったいい当たりだ。右中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番村上。第9投げた。初球空振り。第2球ボール。第3球を投げた。ボール高め。投球これから4球目。スプリットはボール、アウトローへ。さあ投球は5球目。投げた。ストライク。第6球を投げました。初球見逃し三振。ジャパン、この回クリーンナップもあっさり三者凡退。9回の裏が終わりまして3対3です。戸郷降板。ここでマウンドに上がったのは宮城。今日4番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。投げました。見送ってストライク。いきなり150キロ。1球目ストライクから投げました。打ちました。これは内野フライ。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番福本。第9投げました。ボール。第2球打ちました。スタンドに入りました。ファール。第3球を投げました。決まってストライク。さあ4球目アウトロー。外れてボール。第5球投げた。打ちました。左中間のフライ。吉田落下点に入った。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番衣笠。今日は三振とセカンドへの併殺打。投げた。ボール。第2球投げた。アウトローの直球はボール。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。内角際どい球。ボール。さあ5球目見送ってストライク。次の球がラストボール。投げました。打った。左中間へのフライですが取ってアウト。スリーアウトチェンジ。宮城、上位打線を三者凡退に仕留めています。延長10回の表が終わって3対3です。延長10回の裏、ジャパン攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡本。投げました。打った。第2球投げました。スライダーはボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。外れた。ボール。第5球投げた。打ちました。ファールボール。第6球を投げた。変化球。空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは代打周東。第9初球から打ってった。三遊間の当たり。周東いいバッティングを見せました。さあワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。ピンチヒッターは牧原。ジャパン内打攻勢に出ます。ストレートはボール。まずはアウトコース高め。第2球投げた。ストレートはボール。第3球を投げた。見送ってボール。第4球を投げた。
アップ打ちました。落合掴んだ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。10回までが終了しまして3対3同点です。宮城降板、右の宇田川、今日5人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。11回の表、最強チーム攻撃に入ります。先頭バッターは長島。ジャパン、このバッターだけは塁に出したくないところ。投げました、ストライク。少し意識しすぎたか。第3球はストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。投球これから5球目、ストライク、空振り三振。先ほどからダイソーで途中出場していますバッターの古田。第2球投げました、打ちました、抜けた、古田ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番落合、今日はここまで3打数ノーヒット。一塁牽制、タッチはセーフ。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、打ちました、痛烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。バッターは DH のバース。第1球投げました、打った、第2球投げた、打ちました、セカンド正面、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番張本、今日はここまで4打数ノーヒット、1三振。第2球見送ってボール。第3球を投げた、ストレート決まってストライク。第4球は打ちました、1、2塁間のゴロ、村上ボールを掴んだ、1塁送球、宇田川取ってアウト、3アウトチェンジ。11回の表が終了して5対3ジャパン、2点をリードされています。岩隈降板、そして最後は守護神の佐々木、最強チーム、これでベンチ入りピッチャーを全て使い切りました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。真ん中にストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。投げた、空振り。次は5球目、高め、ボール球打った、フラフラっと上がった。小笠原余裕があります、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って立ち。第1球外角、ボール。投げました、ボール。第3球を投げました、3球目空振り。次が4球目投げました、4球目空振り、キレのある変化球。第5球投げました、インコース引っ張った、ライトへ上がった、取りました。ここは意地を見せてほしい。バッターは2番近藤、今日はホームランを打っています。第1球投げました、インサイドストライク、いきなり150キロ。1球目空振りから、第2球ボール、内角低め。第3球を投げた、ストレートはボール。第4球を投げた、低めの変化球、ボール。第5球投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました。ゲームセット。
ジャパン敗れました。